大変やった。だからドラさんとみんなにあのその材料費とあのありがとうという言葉をくださいって言いました。ウィンクの銃弾の時レスくれてありがとうって、もうウィンクの銃弾はみんなを落とす勢いでくってかかってるのでね。落とせましたか？ボロ泣きした？水色と青のうちは見せて毎回反応してくれる、子好き、ありがたいよ。死ぬほど泣いた。ねえ減っちゃったね。尊敬って、そうアルバムのことでした。メールのあれはドラさんで涙腺崩壊したで、そりゃそうだよね、崩壊するよね。 N ケンちゃん、そう2番で満を持して N ケンちゃんで君にじをね歌わせていただきましたけれども、フォーエバー泣きすぎて泣き疲れた、みんな泣いてたんや。そうだよドラさん、みんな揃ったよ。いや実感ないな。あ泣かずに笑顔で見送れた、素敵なことです。あそう演じのね制服着ましたよ。すぐ涙出た。どんな気持ちで見たらいいんか。そうだよね、 N ケンちゃん以外はおったからね。そうチームごとに制服も違って、ちゃんとそのチームごとの制服をね。さすがにうるっときたって、今日のキャップ整理してたところ、あお疲れ、あなんでレコちゃんほらんのってなったって、2番入る直前の袖あたりわちゃわちゃってなってた。見えちゃってたもしかして。最後の姿を劇場で見れなかったのが無念でしかないって、レイナナ永遠って、2番で泣きそうになった、あれいないってなって出てる、うわーってなった。卒業しても会えそうかな、会えると思うよ、どっちかが連絡すれば。でも連絡することあるんかな。お今帰ってきたよって、おかえり、俺らと会って泣く日が来ると思うかった、マジ。結局記者会見はそうです、ある程度は固めてましたね。え素敵だったねドレスね、可愛かった。やっとアンコールガールのとこまで来たって、あ全部読まれてる、うれっちって、面白かったよかった、私がやりたいって言ったんですよ、あれやりたいって、ゆいなに緊急記者会見を、あのヤマリナさんの卒業公演の時にそれをやってて、それをやりたいって言ったら、あやろうやろうって言ってくれて、はたやかありがとう、普段あんましないかな連絡。どうしたの、どうしたん、みたらし、どうしたん、どうしたの、泣いとるみたらしが、なんだろう、マングース好きなんです、マングースおもろしすぎって言われた。あのなんか私語尾に絶対マングースつけちゃうんですよ、いただきマングースとかごちそうさマングースとか全部つけちゃうんですよね私マングース、あの本当に家でもどこでも、なんでちょっとマングースで行かしてもらった。公演楽しかった、最高の学生さんだったよって、あ今日お誕生日だったの、おめえおめおめえ。めっちゃ聞こえる。めっちゃ泣いてる、どうしたん、みたらし、どうしたん、どうしたの、もうクソ全然ないやん、ちもしおいで、どうしたん、どうしたん、おいでな、おいでなすって、はい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 。あの MC 本当に楽しかった、よかった。週刊ヤンキーそっか毎週やもんな。
何をなあ、あれですね、習慣な、めっちゃいい公園ってなったって。あ、涙腺ほ、あ、涙放置してたって。フラッシュ照明は劇場スタッフさんにも愛されてたの。いや、びっくりした。フラッシュ、私がほんまにアドリブでクシャ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 って言い出したらしてくださって、感動しました。そう、ドレスはね、作っていただいたやつなんですよ。ちゃんといいやって言ったのに、あの子言わんかったな。そう、作ってもらったやつです。そうだよ、アドリブやで。あのちゃん泣いたので、あのちゃん泣いてた？もう全然ね、記憶いなくて。で、マイクありがとう。ねえ、すごいよね。いやー、だからもうたくさんの方に支えられて劇場公演は成り立ってるんだなっていうのが改めて再確認できましたね、あの MC で。秒で公演終わったな、確かに。ねえ、愛だよ。あのじゃ泣いてたんや、かわいいね。ちょっと噛まないの、ほら、どうしたん。そうだね、もうレイナナは見納めですね、今日でね。ヤマリのママがナノホにリプしてて、うっそー、リプしてんの後で見たい。それ公演体感30分ぐらいだった。お、素敵な思い出になった、ありがとうって。こちらこそありがとう。みたらしはモルモットです。推しメンが卒業して明日からどう生きていいか。いや、それはね、私も本当に最近体験したから同じ、わかるよ、その気持ち、めちゃめちゃわかる。しおりちゃんが顔可愛いって言ってくれるの嬉しいって言ってた。え、本当に。そう、今日ガールスペディアをね、見させてもらったんですけど、マジで顔可愛い。もうしおりさんの顔めっちゃ好きだし、でずっと可愛い可愛いっつってて照れてはりました。N 剣ってなりましたって。ダンスとか歌とかレイナナパート多くて。そうだね、新芽が多いからね。推しメン2人とも。そうだよね、2年前にもね、ゆうりちゃんが卒業したもんね。ずっと好きでいてください、レイナナは。動画作ったので、よかったら後で見てください。見る見るね。なんかさ、レイナナのハッシュタグ作ってくれてたよね。嬉しい。生息って言い始めた時、キツネを認めたのか。いや、私も思った、それ突っ込もうか悩んだけどやめた。ドラウィンクドラサンズのスリーショットで、あー、そう、ミカナが撮ろうって。あー、さ、確かにね、手紙なかったね。ずっとレイナの推しでいてください。レイナの万事絆、それ私が書いたやつちゃん。どうしたんどうしたん、もうお腹すいたの。でももうさ、ピーマンはさ、琴様カメラね、いいよねあれね。卒業まで玲子が自分のことじゃ、うん、自分のことじゃない分に菜の花のこと嫌な顔せず話してくれて、ほんと救われたって。そんな嫌な顔するわけないじゃない。こんばんは、ハート100ありがとう。ねえ、ついにあの伝説の始まりそうがさ、また再会したのが嬉しい。レイナナがゆうちゃんいじるの好きです。もうわ、いじれるの私だけになっちゃった。カップルじゃないよ。それ見て何本も書いて、あ、なるほどね。ねえ、ずっと泣いてるわ、見たらしい。ちょ、落ち着き落ち着き、お腹すいたんか。でもピーマン向こうないのよ。ずっと犬犬が大好きだし、ずっと NMB が大好き、嬉しい。
N 県ももうついに3人になっちゃいましたね。これからが楽しみ。本当だよね。そうだよ、応援しなきゃ。はだやかありがとう。明日からももも豆取り続ける。嬉しい、ありがとう。しがみでした。アーノンと推しと仲良しのレッコとグルメをあだやかにします。探してください。まあ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 、そう、また気紹介されてなくて、医者さん拗ねてた。全然気づかんかった。もう私は君じじのことで頭がいっぱいすぎて。ウィン公園レイコに会いに行きます。待ってます。私はもういつでもいるんで。3番手を守り続けるので。声もずっと見続けるよって。優しすぎんか。はだやかありがとう。これ以上 N 件かけんといてな。いつかはもうかける気が来るからね。ユミは七歩の希望。そうだよ。ほら、自己紹介の、そう、自己紹介ちょっと七歩のパクらせていただきましたけれども、そうなの。ウィンクちゃんまた昼夜あるの。もうどういうこと。多すぎんか昼夜。はにゃって。ちょっとさ、もう体力ないわよ。ウィンク解禁はレイコだけ。え、そうなん。マジ、ほんまや。じゃあもうずっと解禁し続けな。石田さんぐらいはちょっと在籍はちょっとむずいな。あの人はもうすごいからね。また昼夜なのよ。本当に勘弁してよね。もう体力ないわよ私。あ、社会人としては嬉しい。いやでもさ、なんかもう七歩とのさ道頓堀がさマジで一番歌いやすいわけね。だからこれからちょっと不安だわ。 LINE スタンプね全く進んでない。なんかもう一個ちょっとやらなきゃいけないことがあって、そっちを先に進めてて、そっちがちょっと期限があって、だから LINE スタンプはもう全く進んでません。今日のケータリングそう豪華だったけど、あー、みゆちゃんがさめっちゃいいねしてくれる。何飲んでるの。あったかいお茶。家帰ったら絶対あったかいお茶飲むの。明日かもんばめ取るね。マジ嬉しい。たけあと5年はちょっとどうだか。道頓堀の時だけ七を降臨させよ。レゴちゃんのペースで作ってね。ありがとう。永遠のレイナの推しやから、レゴちゃんのこと応援してます。ありがとう。ありがとう。気長に待っててください。そうなのよ。そう、レオパでもそうなの。やること多くて短い期間でアルバム作ったの天才。本当にね、めっちゃ大変でさ、でさ、その七宝以外のグループを作ったのよ。七歩抜きのね、ドラさんのグループを。ほんで七歩とのツーショットを3枚ぐらい送ってくださいってまず言って、でまあ送ってもらって、で自撮り、切り取りやすい自撮りも送ってください、あと面からも教えてくださいみたいな。で制作費何百円なので絶対持ってきてくださいって言って、でメッセージ一人一人書く欄があるので書いてくださいみたいな。じゃあ頑張ったよ。確かにララバイな。そうや、歯もさ、もうこれでわい。なんなん、お腹すいたん。もう戻る、一回戻る、戻る一回。いや、くじけるよねマジで。本当に大変だった。もう一生作らねえと思った。え、今レイコは課題何個抱えてるの。本当だよね。
リーダーシップないよ、あのみんなやらないから私がやらないといけないってだけみんなやってくれないから。ただしじゃあ最後にバイバイってして、バイバイしてさ帰ろ、お腹すいたね、バイバイお腹すいたな、待ってな、しもしちょっとだけ食べる、ちょっとあの今からあの、ああわかった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 、お腹すいてんな、わかったわかったわかった、ちょっとわかったわかったわかった、ちょっとちょっと落ち着いて、わかった、食べたいな食べたいな、ちょっとあのチモシーをあげます今から、めっちゃ泣いてるめっちゃ泣いてる、わかったわかった、食べあげるあげるあげるから、はい待て、はい、こんだけありゃ足りるだろ、もぐもぐ食うとるわはい、こういうみたらしが一番好きなチモシーはこれ、覚えておいてください、これがマジでみたらし大好きで、なんか今までいろんなチモシー買ってきたんやけど、もうこれの食いつきがすごくて、もうずっとこれです、もうね本当に、なんか今までなんかチモシーをねこう一定量あげるわけよ、であのでもそんな全部食べきるとか今までなかったのよ、でもこれに変えた瞬間もうねないの、めっちゃこれ好きなのチモシー、このチモシーが、なんかこれ美味しいんだっていやマジで困ったわ、久しぶりにあんなみたらしのくれーいう声聞いたわっ買って送ってこれ江南とかに売ってます、ああ落ち着いたみたいですレイちゃん味見したことはないな、あのチモシでも美味しいんだって、そう好き嫌い激しいの私に似て、アルバム制作言ってくれたら手伝ったのにって、マジ言ったらよかったわ、でもさちょっと七本にバレちゃうじゃんお高いのちょっと値段あんまミント買ってるからな、メンバーの飼ってるペットちゃんたち個性的な名前の子、本当に全然ちょっとさメンバーのペット事情知らんからさね、確かに早プレゼント解禁ならんかなって本当だよね、ビレバンにモルカーいっぱいね、もうモルカーフィーバーだよね、いや本当に飼い主にいるんです、そうチモシーね、なんかねいろんな匂いするよね、あーチヒーさんのね亀ね、セバスチャンね、違うのよ、あのこんもうほんまにこのチモシーしか食べんから、もうこれ以外買わんからさもう見ないのよいや一件落着、落ち着きましたみたらしお腹空いてたんやって、もうさでもさもうどんどんさもうポチャポチャしちゃってさ、もう本当にもうめっちゃもぐもぐしてる、めっちゃ草食べてる音聞こえるもん、もうめめめめ言うてるわ、プレゼントして待ってます、公園来て、ウィンクの次は11日です、そんなこんなでちょっと私はずっと気になってるおむすびケーキを食べたいと思います
ちょっと今日はこれ食べて、明日もねちょっと撮影があるのでこんだけにしますけども、これさ、なんかハロープロジェクトさんのメンバーさんがよくなんか差し入れでもらってて、めっちゃ気になってたからめっちゃ食べたかった。これ公演終わりご飯食べに行ったら土砂降りでめっちゃ、え、なんか雨降るってさ知らんかったからさ、もうやばかったよ。お久しぶり、来てくれたの。そう、いろんな味あるの。え、おいしいの、これ。ちょっと食べてみたいと思います。ハロープロジェクトさん大好きなんで、次のシングルあったらお話か、エレコ撮ろうかな。え、マジさ、ほんと来て、マジマジみんなお願い、本当に来てお願いもう本当にお願いマジねえ、降ったよね帰り。あと500個、ありがとう落ち着いてマジ本当に来て。え、なんかコンビニとかじゃない、どこで売ってんのかはちょっと分かんないんだけどお願いされなくても行く？さすが。え、すっごい、めっちゃほらもうさ遠目から見たマジさおにぎりじゃん。ちなみにこれはミルクティー味です。絶対行くって、ありがとうみんなこんな必死な姿でありがとう、優しい。それではいただきたいと思います。うん、うまい、うまい、うまい、めちゃめちゃミルクティーの味する。海苔はね、海苔もなんかクレープ生地みたいな感じ。うん、うまい。でめっちゃ紅茶の味するこれ、超おいしい。インキャ VS 陽キャね、懐かしい。発色、発色はめっちゃ良くて、あのテクスチャーはねすっごい舌触りがいい。そうそうそう、黒に着色してんの。そうなのよ。11日確か仕事、おインク申し込んで、マジ。あ、そう、明日はアノンちゃんとあのラジコなのでぜひ聞いてください。アノンちゃんとはね初めてだからすっごい楽しみ。レコ甘いもん大好きだよ。中はね、そうスポンジ、ちょっとね食べたとこの断面見せるのはちょっと汚いので、と言ってもこっちも汚いんだけどこんな感じになってます。あ、どんちゃんありがとう。柳さんありがとう。菜の穂からの差し入れ食べてよ。ゆうちゃんのことよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そろそろ会いたいし話したくない？それなすぎる。マジ。マジで。本当に。だからお話し会に皆さん来てください。話したいこといっぱいあるのみんなと。お、ひまやし投げるか、投げてお願い。最近めっちゃ活躍してるんかな私、もう分かんないよねもうさ、なんかまあ頑張り時なんだなっていうあれだよね。今が一番頑張り時って分かってんの。分かってる、分かってるんだコメントたくさん読んでくれてありがとう。こちらこそコメントしてくれてありがとうなのよ。こちらこそなのよ、それはね本当に。あ、どんちゃん、誰どんちゃん、あきえさん、あきえちゃんありがとう。
ありがとうどんちゃん。お話変えといたらあれだな、うちは見せて、見たい見たい見たい、絶対見せてしてる、ありがとう、ありがとう、みんな優しいのに。当たったらフル装備、絶対フル装備だよ。ジャンレディはね12月だね、だからあそうだね、多分来週。ブログで釣られそうになったって、あれはもう本当に本心だからね。なんかさ、でもさ、なんかポジティブに書いてもさ、なんかまとめられるしさ、ネガティブなこと書いてもまとめられるから、もう何書きゃええんだって。なんか内容、どういう内容でまとめられてんのか見てないけど。怖いからさ。マジか、最後の話かか、もうすぐ3ヶ月って。そりゃさ、こんな私しんどいわけや。みんなと話してないから。くさ今日もとても大好き。レイコちゃんがステージにいてると信頼感と安心感半端ない。そう言ってくれると本当に嬉しいな。なんか本当に公演を大事にしてるし、公演のこと大好きだから嬉しい。人気者困るわ、嫌だわ、そんな人気者。やだよ、もうなんか私のこと見ないでと思うもん。大マックありがとう。お、タワー、誰、タカさんありがとう。タワータワーありがとう。嬉しい。何もさ、そんな私何も特別なことしてないのに、なんかごめん、ありがとうありがとうありがとう。なんて呼ばれるのが好きですか？レイちゃんとかレイコとか、もうレイコちゃんとか何でも大丈夫ですよ。あ、どんちゃん、誰、ひまりちゃん、わあ、どんちゃんありがとう。そう、ナスは好きだよ。いやー、あーあお風呂タイミング入るの教わった、ありゃ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 。前田さんはありですか？でも前田さんは距離感感じるからな、ちょっと寂しいな。あ、どんちゃん、誰、どんちゃん、坂さんありがとうありがとう。生きてるだけですごい優しすぎる。レイコッチなんて、いや全然レイコッチでも大丈夫、全然いいよ。おにぎり本当だよ、早く食べないと。ヒョルムで初めてコメント読んでくれたのがレイコちゃんだったの。え、そうなの、やったじゃん、初めて奪っちゃったよ。あ、どんちゃん、社長さんありがとうございます。初めてのお話し会、何話せばいい、何でもいいけど、なんだろうね、私別に何でもバチコイだよ、全然。今日何食べるとかでも全然大丈夫。あ、またどんちゃん、誰、どんちゃん、ソルトさん、ありがとう。ほい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 。レイコ様。レイコと呼びたい派。いいのよ。距離感じちゃうよ。レイコからレイちゃんって呼ぶようになりました。やったね。あ、どんちゃん。ブラッキーさん、ありがとう。どこまで読んだかな。保育士30手前の女ですから、レイコ押すね。もうそんなので関係ないの、もう私は人に愛されたい。人に愛されたいので、全人類に愛されたいので、いつか関東でライブしてくれる。え、マジでさ、本当にしたい、マジで本当にしたい、お願い。じゃあレイコにします。やったね。
今後ともゆうちゃんのお弁当本当にちょっと言っといてください。今日もゴミ捨ててこいってさ、ゴミ捨てさせ2回ぐらいゴミ捨てさせられたしさ、写真撮れって言われてさ、写真撮らされたしさ、本当どういう教育をしてるんでしょうか。すいませんけどすいませんけれども、マジで8月の8日以来話してない。そんなんもう干からびちゃうよ。寝起きお話し会しても事足らんのは認めざるをえんよねって。本当にさ、いっぱい話そうよみんなさ基本のプランがおすすめ。やれな直しでいてくださいよ。結婚大好きなんで弟子入りしたいです。私はもう全然もうほんとど素人なんで、私あれなんですよ、全然ほんとか何、ね、小説とか全く読まないのに脚本書いてるからマジバカなんですよね。読めよって全く読まないからさ、私ドラマとかもそんな見ないし映画も見ないし、なんで逆に書けてるんだろうって思うもん私。いやー、人に愛されたい本当にこれでも買ってぐらい愛してるのに、大好き、重たい愛が大好き妹さんはさ、もうさ、もう今日卒業しちゃった。私は何、下僕、奴隷代わりに謝りますえ、嘘、ブランコ乗りながら、マジ。まとめてみんなラブの気持ちだからね。それはそうだよ本当に。裸ありがとう。チェキチェイコ、うわマジで、もう遠い昔じゃん。そうなのよ、甘やかしちゃってんのよ本当に。毎日アクスタに微笑みかけてる、最高のおたかつじゃんそんなのさ。ハート500個ありがとう許してあげて、まあ、いつも優しいから、私いつもやってあげてるの。今日の公演最高だった、やったーおどんちゃん、誰どんちゃん、あブラッキーさんありがとう。天才ってことじゃない、ハト1000個ありがとう。確かに潜在意識なないからいいのかもしれない。確かにそれはあるかもしれない。そうマジでさ、本当に読めないの、なんかもう集中力が持たなくて。フフフフ、ショートカットには文字ないな。積んだよ。俺もお話し会参加しようかな。参加してよ、お願いだよ。いやほんと二人きりの空間でさ、マジでさ、ラブラブしたいわけなんですよ、あなたたちと。どうなってるんですかって言ってんだよブチギレショルーム神対応すぎる。嘘、本当にアクスタもう少し惜しくしてもらえるような歌の方にチラ抜いてもらっていいですか。全然言うよ、全然言いますよ。やばくありがとう。あ、どんちゃん、誰どんちゃん、あー、ありがとう、やったイエーイどこ行った、どこ行った、ちょっと待ってね、コメントをね探ってるから。壊れる肌相手も3分の1も伝わってるけど、でもね本当に伝わってるの。なんかね本当にさ、やっぱさ、こうアイドルやってたらさ、しんどくなることってさ本当にあるわけで、こうなんていうの、理不尽なこととかさ、頑張ってるけどなかなかこう見てもらえないなとかさ思ったらさ、やっぱ落ち込むじゃん気持ち。でもそういう時にやっぱ DM とかでなんか今日も大好きだよとか、れいちゃんのおかげで頑張れてるよとか、本当にそういう本当にメッセージマジで本当に救われてんの私。本当に綺麗事とかじゃない、もう思わないで、綺麗事とかじゃなくて、私もなんか結構冷めた人だったから、なんかいや嘘なんじゃないとか思ってたんだけど、
いざ実際こっち側になってみたらマジで本当にみんなの言葉に救われてるのよ。本当に言葉の力って偉大だなって思ってて、マジでだからファンの方がいなかったらもしかしたらさ、もうすでに私卒業してたかもしれないし、まあしないんだけどってかぐらい本当にみんなにすごく助けられてるわけなんですね本当にっていうちょっとコメントあれすぎたあぶち切れながらするのも難しい。ボブレイちゃんはねやらないかなっていう、なんか多分ね私がそのアイドル辞めるまでは多分ねもう切らない気がするんだよなっていう感じかな。いやお話し会もうみんな来て、た喋りたいのよ、話題尽きないよそうなのよ。生誕のスピーチ見たり聞いたり、ねあのんちゃんのは見た気がする。あめっちゃゾンちゃん投げてくれてる、誰だ、純喜、そしてディースカーレットさん、そしてビート&ビートさん、ありがとう。ちょっとコメント終えてなくてマジでごめんね、全然読めてないね、本当にごめんね、マジでごめん。話し会でレイコちゃんに自己紹介してもらってこっちで全力掛け声したら楽しかった、そういう楽しみ方もありだよね。弟子は取ってない、そんな取れるほどのものじゃないあたちなるほど、今日も可愛いよ、天才大好きで、そういうことなんです、そういうことなんです。いや本当に本当になの、マジで本当に。ツイッターは DM 送れないけど、インスタの DM はいつも既読はつけられないんだけどちゃんと見てます。本人からその言葉聞けることとこちらも救われる、いや本当にそうなんです、本当にマジでそうなの本当のことしか言わないよってDM 送ったことないけど送っていい、もうね本当送ってほしい。全然ツイッターのリプも毎回見てるし何でも見るよ何でも見るよ。なんかねモバメの送信されてみんなの届くタイミングはマジピンキリで、すぐもう5分後とかに届く時もあれば、なんかマジ1時間2時間後ぐらいに届く時もあるから、本当にねピンキリなんだよね。お無事お家に着きましたって、おかえり、毎回言ってるけど本当に大好き、本当に毎回言ってくれるおかげで私は今ここにいるので本当にコメント読んでくれるのレイコが初めて、うっそ本当に、それだけたくさんの方が見てくれてる証拠の、そうだよね、いっぱいコメントしてくれて本当にありがとう。みんな今日の記者会見打ち合わせなしでしたか、打ち合わせというかまあなんとなくこういう感じでぐらいかな、だからみんなが何言うかも知らなかったから、なんかちょうどいいタイミングで終われてよかった。生誕祭参加できました、いいな、出たかったよ、でもなんかありがとう、劇場行きました、すごく綺麗で目が離せなかったありがとうございます。 DM むしろこんな読んでくれてるのってくらいです、ありがとうって、いやこちらこそだよね。あのんちゃんの時の昼のも T か舞のやつか、舞の確か見て、ちょっとあのんちゃんどんなん言ったんか気になりすぎててさでもほんと普段人の生誕のスピーチとか、まあ、聞かない聞かないって言ったらあれだけど、れいちゃんの好きなインナーコンク開けたら強くなった気持ちになってるって、大丈夫、痛くないインナーコンクどうだった、なかなか送る、いやでも絶対そうだよね、でも本当に私本当に嬉しいのよ、どれに送っていいかね、どれでもいいよ全然、何でもいいよ、マイクありがとう、
DM にその日の好きなキャップを送ってもいいですか。うわそんなん最高じゃん。おでん食べたい。そうそう時差めっちゃあるんだよ。おはようって書いたものが夕方に届くこともだから そういうことなんだよね。だからモバメの返信とかも DM だとより見るかなっていう。あ乗り換え寝過ごさずに済んだって。寝過ごしたマジだるいもんね。100ありがとうだるまガールズペディア。いいショットゆうちゃんには照れて送ってないかられいこさんに送って全然いいよ。可愛かったね。3時に送られんねやマジだるまありがとう。返信量も抜群って嘘。そうれいこちゃんはじめ NMB があるおかげで生きていられますって。本当にありがとう。もう本当に好き。神対応レゴちゃん以上いないよ。うん、本当にマジこんなもんじゃないのみんな。知ってる。ドラマよくありがとう。さすがさすが知ってるわ。インスタの DM だとより見る。久しぶりにウィンクの声見てえもう吐きそうになった。でしょ。そういうことなんですよ。初めて夢逃げやレイコセンターで夢逃げハマった気も記憶がある。本当に夢逃げはいい公演だよ。めっちゃコメント読んでくれてるので読むよ。確かにアプリのね機能そうだよね。照明おもろかった。公演握手会に来てくださいって言われちゃんねーって。おこの後送って。麻酔させてもらったから全然痛くない。あそっかそっか。あイヤホンな。出ばかありがとう。おどんちゃん来た。誰。マッツーありがとう。はい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 。軟骨至近距離で2個開けてしまったんだけど使いこなせ。え軟骨至近距離2個は強いね。めっちゃ強いじゃん。あ海太郎さん。よよよよ。どこまで読んだ。今の公園で踊って楽しい曲、私はめっちゃもう吐きそうなるぐらいしんどいけどトゥルーパーパスが好き。9連続当選強っ。お晩ご飯終了って。ちょっとでも綺麗な自分でいたいから公園前に。素敵。ハートエッグありがとう。モメント読み天才うっそーん。本当にレイコのおかげで人生に楽しいが増えた。マジさもう本当大好き。ナのことマジで好き。ナシ会の対応も天才なんですよって宣伝するからね。さすがってこと。確かにねモバメスクショとかもそうだよね。送れないもんね。こんなにポンポンとコメント返しできないの。うそマジ。エステ行くのは強すぎるね。私行ったことないから行ってみたいな。夢逃げやりたかったね。16人結婚してください。養ってくれるなら。フォローしちゃいました。汗汗しなくていいよ。ありがとう。あー確かにね最後は君に一でした。再生で拝めてれいちゃん生誕、ね、早いね。今日は何時までする。本当だもうこんな時間じゃん。もうそろそろ終わろうかな。明日もねお仕事あるから。コメント読んでくれるか本当にコメントしがいがある。嬉しい。やっぱさそうやって成り立つじゃんショールームってさ。いっぱい読まなきゃね。これからまた頑張るって。お最近投げたとこ全部当たってるからって。センターなね。見たらしもうお腹いっぱいになったんでしょうね。推し登録1000日超えてた。マジ1000日も私いんの逆に。お誰。ブラッキーさんありがとう。ぽぽぽぽ。ウィンクの銃弾初めて聞いて好きになった。確かにウィンクもいいよね。雨降ってきたね。本当だ。10分押しとか普通。そうなんや。レゴちゃんいなかったらあかりん卒業でオタク辞めてたから今 NMB 楽しいのレゴちゃんのおかげ。なんか本当にそうやってこの私がこういる意味こういる理由っていうのを皆さんがこうてなんていうんやろうこう
みんながこう言ってくれるからさ、私はまだいていいんだなって思えるよね。トゥルーパーパスマジバリ切ってるから注目してみて。石油王になってレイちゃんに毎月5億振り込むことが12月中の目標です。マジでお願いしたい。あの全然あの銀行口座教えるんで本当だよ。まあそんな感じでありがとうございましたということでありがとうございましたということです。さてさて、じゃあ順位を発表したいと思います。いきます。13位、純喜、ありがとうございます。12位、613、ありがとうございます。あ、どんちゃん来た、ちょっと待ってね。11位、柳さん、ありがとうございます。10位、バロックさん、ありがとうございます。9位、楓ちゃん、ありがとうございます。8位、坂さん、ありがとうございます。7位、マッツー、ありがとうございます。6位、ビート&ビートさん、ありがとうございます。5位が D スカーレットさん、ありがとうございます。4位が海太郎さん、ありがとうございます。3位が花丸さん、ありがとうございます。2位がブラッキーさん、ありがとうございます。そして1位がタカさん、タワーもありがとうございました。ありがとう、本当にたくさんあのコメントだったりとか、たくさん本当に愛をありがとうございました。そして最後フィーバーしてくれたのはアーカ、ありがとう、イエーイ。あ、しかも花丸さん、クマさんもくれてんじゃん、ありがとう、ありがとうねーお詫びお疲れ様でした。ちょっとね、またいつできるか分かんないですけれども、ちょっと気が向いた時にやろうかなと思っております。みんなはねもう本当に寝てねあったかくして寝てください。ありがとうございました。じゃあ私は頑張って気力を振り絞ってお風呂に入ってまいります。ありがとうございました。バイバーイ。